はい。皆さん、こんにちは。ワタリクルフィッシュです。今回は、プレイステーションのゲーム、デートの決断3パープキット、真珠湾攻撃シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。デートの決断3は PC 版、セガサタン版とプレイをしてきていて、しばらく間隔が空いてしまったものの、それなりのプレイができると自信を持っていたんですが、不覚にも前回はですね、正規空母を失うという大失態を演じてしまいました。で、その要因なんですけども、二つあるかなと思ってます。まず一つ目、強大な戦力を誇るハワイ基地、そしてその周辺に展開しているアメリカ軍の艦隊。これらがひしめくこの海域にですね、長時間機動部隊を展開し続けたこと。これが、まあ、失態の一つ目。で、二つ目。これはですね、真珠湾攻撃のシナリオで使っている、この機動部隊なんですけども、陸戦隊がいないんですね。にもかかわらず、ハワイの占領をあたかもできるかのような作戦を立案していたと。これが二つ目の失態だと思っています。なので、今回はあくまでも敵の艦隊、これに一撃を与えたら、一度後方へ撤退。その後、ヤマトの出撃を持って連携、再びハワイを攻撃するという作戦に変えたいと思います。そして人事も一部変更します。特に変更するのがこの第二艦隊、いわゆる機動部隊ですね。艦隊司令は南雲さん、これは変わらずなんですが、第二戦隊、第三戦隊、これそれぞれ伊藤誠一中将と山口多聞少将に変えています。で、第2戦隊、第3戦隊のですね、それぞれの編成、ご覧いただきたいと思います。まず、伊藤誠一中将が指揮するこの第2戦隊。これはですね、正規空母、昇格、随格、さらに総理、飛竜と、4空母を配置してあります。伊藤誠一中将の航空指揮能力、非常に高いので、これに期待をしているというところです。そして第3戦隊。ここはですね、赤木と加賀。これを配備しておいて、山口多聞に指揮を取ってもらいます。まあ、いわゆる第1航空戦隊、第2航空戦隊というのが、それぞれ第2戦隊と第3戦隊に入っていて、紛らわしいんですが、ご覧いただいたような編成に変更、陣地も変えています。これで敵の艦隊ですね。これに一撃を与えた後、一度撤退を行って、先ほどご説明した通り、この後、ヤマトと合流、再びハワイを攻撃すると。まあ、こういうね、作戦を練っていきたいと思っています。では、時間を進めていきましょう。では、先ほどお話した作戦通りですね、敵の戦艦を率いる主力艦隊に対して、航空兵力を持って攻撃を仕掛け、一撃を持って離脱。ヤマトと合流するという作戦要項に従っていきたいと思います。敵の戦艦は一隻でも多く沈めておきましょう。では、海戦です。敵の艦隊には直縁、まあ、いわゆる航空兵力による守備隊はいなそうなので、一方的に攻撃ができる状態が演出できるかなと思います。戦艦テネシー、オクラホマ、この辺りに被弾させてますね。はい、14艦1隻、潜水、輸送船ですね、2隻撃沈です。戦艦にもダメージを与えています。はい、ではですね、ヤマトを出撃させていきたいと思います。まず第一戦隊ですね、こちらヤマト。この第一艦隊の司令長官はもちろん、山本五十六になっています。で、第二戦隊の方はご覧のような編成ですね。で、人事の方もご紹介しておきましょう。第一戦隊。この第一艦隊の司令長官が山本五十六。第二戦隊の方は有馬さんにお願いしました。砲撃も強いのでね。
ここでしっかり活躍をしてもらいたいなというふうに思っています。水雷戦が得意な井上さん、これを第3戦隊に当てています。本当だったらですね、この第1戦隊と第2戦隊、司令官を入れ替えたいぐらいなんですよね。なんといっても山本五十六は砲撃戦があまり得意ではないので、ここにヤマトを入れていくのはちょっともったいないかなと思いますので、ハワイの戦場に到着する前にここはもう一度人事、あとは戦隊の編成見直しをかけるかもしれないです。では、ハワイに向けて出撃をしてもらいます。では改めてですね、敵の戦艦部隊に対して、機動部隊を使って攻撃を仕掛けていきたいと思います。戦艦を、まあ、一隻でも二隻でも沈めておきたいところではありますが、こちらの航空戦力も少し消耗が出てきているので、まあ、あまり欲張りはせずにですね、どっかで、やはりヤマトと合流するために撤退というのも考えたいと思います。はい、戦艦ダメージ与えてますが撃沈には至っていません。代わりに14艦3隻を撃沈してます。第2艦隊はできれば壊滅させてから離脱をしたいなというふうに思っています。ハワイ近辺で展開している潜水艦隊が敵の空母を発見してますね。第10艦隊、空母3。これに攻撃目標を変えつつ一撃の後離脱という形に変えたいと思います。ただちょっとまた見失ったかな。できればね、空母にダメージを与えておきたいなというところなんですけどね。では、元々の作戦であるマレー方面なんですけども、コタバルの方に展開している艦隊の補給が終わりましたので、第6、第7、第8、この3個艦隊を持って、シンガポール攻撃しておきたいと思います。まあ、やっぱりね、肝になってくるのは、ハワイ攻略戦になるので、まあ、こっちにあまり注力はできないんですが、それでもしっかりとね、シンガポールを取るということはやっておきたいと思いますので、第6、第7、第8の艦隊、これを投入して、シンガポールを一気に、陥落させるということをやっていきたいと思います。はい、では出撃です。巡航速度に関しては、高速で進入してもらいましょう。まあ距離的にも近いというのもありますし、電光石火でね一気に攻め切りたいので、速度は巡航ではなく高速で突入してもらいます。はい、ウェイキーの基地はようやく陥落させることができましたね。なので、このウェイキーの基地をですね、前線拠点にしてハワイ攻略戦、これを行っていきたいと思いますので、補給物資の搬入、あとは基地の整備、これをすぐに進めて、ヤマト、そして機動部隊を迎え入れる準備を整えたいと思います。では、敵艦隊仕留め損ないましたが、空母機動部隊はですね、この後一度、取ったばかりのウェイキーに入ってもらって、そこで補給を行いたいと思います。でヤマトと合流して、なんとかねもう一度ハワイに強襲をかける、そういう対応をしていきたいと思います。さて、ウェイキーに向けて航行中の機動部隊が敵の空母を発見してますね。詳細不明ではありますけども、せっかくならこれ仕留めておきたいですね。敵の戦艦をあまり沈めることができなかったので、ここでどんな形であれ空母を撃沈できるとかなり大きいと思うので、撤退の最中ではありますけども、なんとか敵の空母落としにかかりましょう。空母発見してます。空母の上には直縁がいますね。さすがにね。
うまく取り囲めれば、これ、敵の空母をから引き離すことができるので、まあ、なかなか賢く、この移民が機能してくれてるかなという感じがします。石油もレキシントンでしたね。これは確実に撃沈しましょう。レキシントン撃沈です。もう少しね、沈めておきたいかなというところありますが、欲張りはせずに、このまま撤退、ウェイキーに戻ります。はい。では少し時間がかかりましたが、ウェイキーの方にヤマトを要する第一艦隊、そしてハワイに攻撃を仕掛けていた第二艦隊、空母ですね。これが戻ってきましたので、補給の後、ハワイに向けて再び攻撃を仕掛けていきたいと思います。というところで、プレイ時間ちょっと長くなってますので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしたいと思います。